これは僕らの記憶の断片だ。大事な時にいつも僕は役に立たないな。早く私を倒さないと、そいつは醜い魔物になってしまうよ。貴様は。さあ、じゃあ。え？かなえ！かなえ！あれ？あ。ありがとう。疲れてるなら少し休め。月が満ちた間の魔物は手強いぞ。へえ、僕のこと心配してくれるんだ。まるで人間みたい。でもさ、僕が探してた魔物とお前が追ってた脱獄犯が偶然同じやつでよかった。敵対してたら今頃僕とロトの旅は終わってる。シルバーバレットは効かないが、死神と天使は苦手でね。所詮利害の一致ってやつだ。慣れ合ったつもりはないぞ。それでもいいよ。僕はサージャとの生活を気に入っているからね。魔界に住む吸血鬼とタイムトラベラーの開口、最高に創作意欲が湧いてくるよ。いつもお花をありがとう、姉さん。では、僕はそろそろ孤児院に帰ります。じゃあ、僕も途中まで一緒に行くよ。うん、今日こそお魚を捕まえられるといいね。え？今晩こそ一緒にご飯食べようって。ああ、僕の分まで隣のやつにいっぱい食わせて。ロト、親離れってやつだな。食事係、今宵は血の滴る赤身肉のレアステーキを消耗する。あの、ここはレストランじゃないし、僕は神父なんですけど。無神論者のお前には神父の真似事より料理人の方が合ってるよ。吸血鬼のお前も人間と楽しそうに会話してる方が合ってるよ。静かな夜だね。呪術師も吸血鬼だから新月は魔力が使えないの？特にあいつの種族は純血にこだわりがある。強大な魔力と引き換えに弱点も多いのさ。ああ、僕の血が必要ならいつでも言ってよ。満月で暴れすぎたからその反動だ。髪もすぐ戻るから問題ない。呪術師を捕まえたらすぐ魔界に帰るんだよね。任務が終わればここにいる理由はない。それはお前も同じだろう。うん、そうだね。命は戻らないんだな。そろそろ教会に戻ろう、サシャ。人間風情がこの俺に汚い銃口を向ける気か？今の僕にとってこの街を荒らす魔物は全て敵ですから。ほう、だからこいつらを肉塊にしたと。人間にしては度胸があると思ったが、お前は違う匂いがするな。人ですよ、あなたよりは。ね、
まあそんなザレ事はどうでもいい。俺は最初に不穏分子を排除したいタイプで、悪いが貴様には死んでもらう。それはなんだ。最後の切り札ですよ。記憶のかけらと引き換えですけどね。一つくらい心臓潰しても死なないだろう。楽しかった。サーシャに会いに行く。お前がどんな姿になってもその声で呼ぶよ。もう帰っちゃったんだ。うん。さあ、僕らも旅の続きだ。雷鳴優しく包む。